お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、バランス調整についてね、はい、ちょっと触れつつやっていきたいと思います。で、今回ねバランス調整が来て合計ね13枚かな、はい、13枚のカードがね収されました。で、強化されたのが5枚かな。基本的にね、もうこの小屋系が全部下方ですね。まあ、墓石に関しては、ちょっと出てくるスケルトンがね、まあ、2体ずつになって、ワンチャン強化の可能性もあるよねっていう。で、この辺下方で、まあ、ファルチェ強化、アウトロー強化、で、下方と。で、コジョババ強化で、アイスウィズ吹き矢強化なんですけど、まあ、このアイスウィズがですね、まあ、結構復活するんじゃないかなっていう思いがあるんですよね。召喚ダメージみたいなね、エレキみたいなのがね、復活、能力がついたので、ちょっとここで触れていきたいなと思います。まあ、そんなわけで、まあ、修正されたのがね、ここの8枚と、ここのね、まあ、左側5枚ですよと、上と左のね、アイスウィズで13枚かなと。というわけで、まあ、ちょっと全部にね、触れてもよかったんですけど、まあ、使っていこうかなと思い、今日はちょっとアイスウィズ墓石触れていこうかなと思います。で、マザネクがね、解放されて、ヤナアメザップで飛ぶようになったので、まあ、ヤナアメユキでも飛ぶと思います。なんでね、ファイボーを入れなくても今後ちょっとスケラがやっていけるよねっていう、スケラポイズンでもやっていけるし、まあ、ヤナアメユキでもヤナアメザップのね、スケラも強くなるんじゃないかなというわけで、スケラがね、結構復活するんじゃないかと思ってます。いきます。で、まあ、遅延スケラーはね、もう当たり前に今までゴブリンの檻だったと思うんですけど、まあ、ゴブリンもね、一応解放されましたね。檻が壊れるまでの HP、てか、檻の自体の HP が 23% 解放なので、これなんかいるな。ちょっと待って。見えん、ちょっと待ってて。潜んでます。で、吹き矢ね、これやばいっす。攻撃力強化されて、端前吹き矢無視すると、マジ520ぐらいね。この11のレベルで合わせて、マジ500ぐらい削るんで、思った以上に削られます。はい。吹き矢はね、ちょっと気をつけなきゃいけないですね。で、吹き矢が、なんかね、増えると、まあ、スケラもまたちょっと辛いよねっていう部分があるんですけど、まあ、それにちょっとね、いい感じに頑張っていきたいですよね。だから今回のバランス調整はね、なんかこう、昔のカードがすごい復活したというか、それこそファルチェだったり、アウトローだったり、これアイスウィズで踏んでもね、まあ、対処できたかなっていう。なんかありますね。墓石だったり、それこそこのなんかね、ポイズンスケラってガチの多分古参勢のデッキなんですよね。古参オブ古参の使ってた方たちはね、うわ懐かしいなって感じだと思うんですけど、ほんと墓石とかね、まあ、最近だってこう絶対見られなかったやんっていうようなね、デッキもちょっと復活してくるんじゃないかなと思ってはいるんです。まあ、ただしあいつがいます、やつがいます。もうチャンピオンですね。チャンピオンいるから、まあ、結局ね、わかんないんですけど。結局わかんないんですけど、チャンピオンのことを考えなければ、こういうね、懐かしいスケラー墓石だったり、まあ、アイスウィズのね、スケラフリーズだったり、まあ、あとは、なんだろうね、それこそ吹き矢が強化されたので、吹き矢の、まあ、迫撃砲デッキだったりとか、墓石スケラフリーズだったり、まあ、ガチ古参オブ古参デッキが復活できるとは思ってるんですよね。まあ、チャンピオンか。はい、わかんないですけど。チャンピオンゲーみたいなところはね、はい、まあ、ないこともなさそうなんですけど、さあとりあえず形組めたんでね、打って、はい、いやマジでこれマザネクいなくなった代わりに吹き矢出てきて、またねスケラがちょっと苦しい関係つ続くんじゃないかっていう。あ、でこれ今気づいたんだけど、アイスイズの召喚、いやうまい、アイスイズの召喚時ダメージでやれるっすね、やつを。あー待って、めっちゃうまい、やつスケバレ、スケバレに対してアイスイズ落とせばワンチャン完封できるぐらいな気がしてきた。これですね。でダメージちょっと与える。でスロー効果ある。いいね。さあスケバレとかにはアイズがねちょっと強くなったんじゃないでしょうか。今のを見るとあるよね。さあちょっと怖いな、普通に負けそうなんだよな普通吹き矢がなめっちゃ厄介なんだよな。まあさあボスキー落としながらトルネで、いやいい位置のね来ちゃったよね。相手もねやるね、なかなかうまいよね。ちょっと待ってさあ、ちょっと待ってめっちゃ黙ってんだけど、さあ一旦耐えましょう。さあベビーとかも出しながらね。でインフィだった、まあ、ボスキーで落としてからのタルですね。よしオーケー、耐えて、ね、でポイズンって。まあ僕スケラポイズン打てば、やっぱある程度入るので、まあそこね、最終的に3倍タイムになったらゴリゴリ打って一発逆転していきたい。これバルブラ枯渇、多分、今までの遅延スケラだったらめっちゃきつかったんだけど、インフェだしね。このアイウィズの、これあるの結構でかい気がするな。
ね、これでさ守れるってやばくない？で範囲でこれしばきたいな。いやで吹き矢がねマジで強えの。吹き矢がやべえ。よいしょ。であれはさすがにポイズン打つベビーがねちょっとうざいんじゃない？でここの破裂のところもアイウィズでカバーできるんですよ。まあ緊急度してるんで、まあ、無視でいいか。さあワンパンというわけで、いやアイウィズまあなんかね悪くはない、悪くはない、全然悪くないね。うん、このバレバレに対して対応できるのと、まあ、あと遅延効果がちょっとあったね。コウモリとかにも使えるし、ジャイとかにも遅くさせることはできそうだね。ロイジャイとかね。まあなんか個人的にはそのアイウィズも注目してるんだけど、墓石もあると思ってるんですよ。 G カップ、なるほど。いやこれで踏みながらので、別にダメージがほんまはないので、まあ、ダメージないね。スケコウモリはね、処理できるんで、ね、まあ、スケコウモリ用みたいなところあるんですけど。まあ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 。ジャイとかロイの後ろのコウモリとかを、まあ、まとめてできそうなんだけど、あんま高めに、ってか踏むを意識しちゃうと、結局、アイビズって遠距離のカードなんで、なんかね、踏む意識しすぎて、簡単に処理されちゃうとかがありそうなんで、まあそこはちょっと気をつけなきゃいけないとこかなとは思うんですけど、さあ2体ずつね。いやこれ緊急カバー用のね、ちょっとアイウィズぐらいでね。さあで今回の相手はコカツちゃんと、いやマジでね、まあ、コカツも吹き矢が今回入ってなそうなんですけど、吹き矢入りのコカツとかは本当に普通に強いと思うんですよね。てか吹き矢が強いな。マザネクいなくなってスキャラが絶対増えるんで、あてか吹き矢いるわ。そこのなんだろう、代わりの吹き矢っていうのがバカ強いと思うんですよね。そう、さあポイズン手削っていきます。まあ、スキラは本当ポイズン削りデッキみたいなのがあるんでね、もう序盤は一生ポイズンですね。スキラ打つのがもう間違った立ち回りというか、打たないが正解なんでね。さあ一生イモ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 しながら、これ奥っすね、延命待ち合わされます。 OK で墓石立ててしっかりイモ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 していきましょう。まあ、バレルに対してアイウィズが使えるとか、多分そこまではね、いかないと思うんですよね。結局こういうのに関しては、後ろからね、遠目からアイウィズ攻撃すればいいんですけど、まあ、このアイウィズ墓石の組み合わせ自体も、普通になんか、強くなった気がする。今回小屋系が全部ね、短くなったんですよ。耐久時間というか、すぐ壊れるようになっちゃったので。うん。よいしょ。ポイズンスリミネーか。小屋がねたまんなくなっちゃったっすね、墓石とかも。まあでもその分その短時間での活躍力がねできる出るようになった、そんな感じですか。よいしょ。さあしっかりね、ええ感じに。でここもトルネでね、うちがやっていい気がするんだよね。怖え怖えよ、なんかやりすぎだったかもしんねえ。そんなコストねえんだ俺、ごめんな。はじめプリンス止めね、うまいんですけど僕全然そんなコストなかったっすね。さあ、たぶんガイマガかな。まあ、負け筋、ロキ削りですね。余裕で。余裕のロキ削りがちょっと嫌ですけど。後ろだな。後ろじゃないですね。目が悪いです。怖いです。サイズ。で、ベビー出して、範囲でね、吸っちゃいたいな。吸っちゃいたいな。よいしょ。延命してってね。オーケー。で、スケラね。もう打つ用の打たないんですよね。もう我慢なんですよ。もう一生ね、ポイキズで吹き矢いるんでね。もう無理だけはって。無理だけはしない。無理だけはしない。いや、この墓石さ、2体ずつさ、結構うざない？俺、ここの方がね、なんか注目ポイント高いんですよね。今回、墓石普通にさ、強い説ないかな。マジで。いや、確実にダメージ与えたいんで、ポイズン打っときます。吹き矢に。吹き矢まあやるっていう意味でね。これまあ、ポイズンで無理やり忍び込ましてもよかったけどね。いや、結構うざくない？あれ。墓石これ2体。結構強いと思うんだけどな。後ろだな。あーいって！ハミスケがいる。ハミスケがいる。よいしょ。で、あれもポイズン削りでもいい気もするけど、待ってもいいな。この辺なんか出てくるかな。あ、逆行っちゃった。さあ。アイウィズ出しながら、宝石出しながら、よしよしよし、耐えるよ。やばい、待って、やばい。やばい、やばい、やっちゃって。普通に死にそう。ロケ削りあるんだな、相手。よいし
やばいやだやだやだ、怖い怖い、怖くなってきた、怖くなってきた。さあポイズン打って、よいしょ、もうポイズン削りです。でロック削りがいきます。やばいです。さあロック削り嫌です。さあ耐えたいです。いや吹き矢の火力が高いです。嫌です。いや吹き矢使ったんですけどポイズンです。縦の戦士あります。ポイズン、いや縦戦やばい、縦戦が何だろうね。吹き矢とかなんか来る、耐える耐える耐える、おっきいな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 、おーオッケー、スケラポイズンがぶっ刺さってガスト。いやちょっと普通に縦線吹き矢はねちょっと怖かったんですけど、このマザネクが加工されていなくなってしまえばポイズンでもいいよねっていう、吹き矢にもねポイズンいいですし、だからスケラポイズンね結構トップレベルな環境な気もするんですよね。墓石強いしね。さあちょっと今ね枯渇来ててね、ちょっと枯渇やっぱ強いっすよね。絶対吹き矢強化されてメタのねマザネクとか加工されて、なんなら前回とかもなんか美味しいなんか縦線強化でね枯渇強化みたいな、なんか枯渇関係がすげえ強化されてます。今回アウトローとかもねここ最近でね、なんかまた枯渇の可能性もちょっとありそうな気もしない。やばいよ本当に、やばい、今枯渇しか当たってない。これ、吹き矢ね、使ったんで、打っていいですね。打つだけ打ってステイですかね、多分。おー。これはまたすごい。いや、これはまたすごいが、スケの脇がいいですね。オッケー？後ろからなんか、アイミズのさ、その召喚時のね、コウモリ、処理とかは、別に使う場面は多分、結構限られるんですよね。多分ゴブリンバリルとかやったところで結構ダメージ入るしみたいな、まあ、あるんですけど、まあ、今まで通りのアイビズで、やばい足がしびれてる、あやばいやばい、待って足のしびれが、やばいやばいやばい、足のしびれがやばい、あ今まで通りのアイビズでたまたまコウモリとかやばい時にピンチヒッターでねなんとかできるよう効果がついたぐらいの感覚でいいと思うんですよね。そうするとまあなんかあれ強くねっていう考えもできないことはない。今までのあやべって両足のしびれが切れる、えやばい、なんで、え動画撮るのに集中できない、ガチやばい、やばい負けそうだし、さあとりあえず耐えるか、内側っすね、いっちゃうか、まあケツからでもよかったけど、やばい、で吹き矢はポイズン打って、いやーなんかマジで枯渇がめっちゃ強いのかな、どうなんだろう、めっちゃ強い、まあ、気もする。吹き矢がとりあえず使っとけば損ないっていう、前にもあったんすね、吹き矢がめっちゃ強くて吹き矢やべえだろって時があって、多分のまた強化なんで、さあまあ俺は相手ファイブだからね、もう芋って芋って芋って最後にスケラポイズンてか片一くんでスケラポイズンで勝てるっすよね。吹き矢に当たり前にポイズン打って、ね、さあスケラ打ってでポイズン、やべえ待ってやった、お前待ってお前、これ後ろだったらねアイウィズだけでね、でこのダメージがまあまあまあ、ないよりはいい。ないよりはいいでいこう、ないよりは。ちょっと墓石からのスケが多いな。ミラーがちょっとね、厄介、地味厄介。テスラもね、ちょっとめんどくさい。まだスケラポイズン打って、これタル打っていいな。で、ポイズン打つと。まあ確実にね、スケラがチクチク入っていくんでね。結局、アイウィズがファイボでやられるとかは変わんないんですけど、マジで、マザネク減れば、ファイボ減るんですよ。今まですげえファイボ環境だったんですけど、全部、ガチで全部マザネクのせいなんですよ。マザネク1枚で、ゴリゴリのファイボ環境が生まれてたんですよね。マザネクいないなら、っていう話なんですよね。本当に。だからね、スケラポイズンも強いんだ。強いはずなんだ。墓石もまたちょっといい味出してると思うんですよね。さあちょっとダメージ稼ぎながらね、相手ファイブなんでね一発逆転されないんでね、もう2周目来るかもね。ああ横にずらすのしっかりしてんな結構。さあトルネでまとめながらアイウィズも
まあまあ今まで通りの使い方でですね、今まで通りの使い方でたまたまねこの踏める時もあるよねぐらいですね。そうですね。さあスケラ打ってポイズン打って吹き矢遠かったら無理やり巻き込みます。早めにねさよならしてもらって、まあ適当にカバーしながらの、さあ耐えてゆく。オッケー、まあこうなってしまえばもう勝ちだよねっていうのがバスケラの強みですよね。いやなんか3試合ぐらいさ同じような試合しかしてねマジでマジでやばい。うん、さあ踏む、まあ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 、まあ、ないよりはマシ、ないよりはマシっていうね。はい、まあそんなわけでスケバレとかねマジコウモリとかには優秀かな。スキラに関してはまああんま変わんないから、結局ああいう事前に出してるからな、踏むっていうことをしないですもんね。まあでもその本当になんかね周りとの噛み合いがめっちゃいい気がするんですよ。アイウィズってなんだろう、それこそマザニクとかきついですし、アイスレッキーあとロケとかもやっぱ入るんでね、よりマザニクきつかったんですけど、マザニク加砲されてアイスイズポイズン使いやすくなったし、アイスイズロケットも使いやすくなったし、ファイボも減るからワンパンされないし、みたいなところが多分あるんすよね。いや、しかもこの墓石のね、これいいな。ユーノ受けれるのいいの？いや、やばくない？ユーノの感覚にさ、墓石追いついてんすよ。今まで追いつかれずに飛んで壊れてたんすけど、いや、普通にな、今のね、ユーノメタにもなると思うんですよね。個人的にはアイウィズより墓石を評価したいです。そんな気がしてるんですよね。さあでこれはね黒をかけられるんでトルネで下げます。でトルネでねこれ時間稼いだら、まああなたはただのアーチャー、雑魚アーチャー食いです。でポイズンないんでねスキル打ちたいんですけど、相手の中身が分かんないんでね打たないです。いやーなんかだからまあアイビスはまあたまたま美味しい場面がねある今もあると思います。あーコウモリ来た、うわなんか踏めるラッキーがあるあってぐらいのね感覚。いやこれ間に合うんですよねマジで、今間に合うかどうか際だったんでやっぱ出しちゃったんですけど、これに間に合うようになったので陸系多分強いと思うんですよねマジで。アイザーまあたまたま踏めるね、まあ、ウォルブレー、スケバレー、まあ、コウモリ、まあ、それに対して、アイウィズで、ピュッてね、踏んで、対応できるんで、まあ、そこに関してはね、圧倒的優秀な気もする。だから、そこそこ強化されたアイウィズと、まあ、環境で腐らないポイズンと、まあ、安牌なスキラでね、このデッキさては来ます。激強です。さあ、ナイト。ガチ子さんデッキ。で、ポイズンって、ガンイモでね、ガンイモです。相手も攻めにくいよねっていう。タルババでね、アチャクイさよならしながら。いや、めっちゃ強いぞ、このデッキ。さては。で、あ、待って、スケラの位置ね、ゴリゴリなんか変なとこ行ったんですけど。まあ、そういうこともある。うん。で、もう一回、イモリよねっていうので、いやー、なんか、でも俺好きなんですよね、この、懐かしいね。ほんと、このデッキとかって、ほんとに、なんだろうな、4、5年前ぐらいの感覚なんですよ。あ、めっちゃいい。ディガオールレガされてる。そう、まあでも、コサンズでウファウファな気がしてる。もうベビー相手、多分鬼渋いっすね。もう打って、コウモリ来てもトレネでいい。端前メガからの、コウモリとか来んねえかな。さあ、いい感じにベビーがたまたまね、さあ、ポイズンで削ってと。あ、てか、相手これメガナイトオブレイカーか。俺何のデッキなんだろうってずっと思いながら、やってたんですけど。で、逆サイね。さあ。で、俺、キング起動すればいいんだね。キング起動なぜしてないのかちょっとわかんないし、もっと圧勝できますね。これちょっともっと圧勝できるんで、ちょっと今からね、ダメージ広げていきたいと思うんですけど。よいしょ。さあ、鉄壁だよ、これ。で、今まで通り低めで受けてって感じかな。今まで通りの使い方をしつつ、極まれでなんかね、いやー、それやだな。いや、うまい。ちょっとうまいね。アイビズで踏むぐらいね。
さあもう一生ポイズンで削っとけばこれ相手削れないんでね、僕に対して。さあサイドちょっと合わせてイモリってあげようかなと。相手もちょっとそれが嫌だよねっていう。やべ待って、暇になってガチで暇になってる。でアチャクイはね事故るんでね、ポイズン打ちます。でコウモリが来るのかな。いやマジ鉄壁なんでね結局。さあ樽とかも打ちながら、いやーこれ相手絶対きついよ今。きついよーって言ってる。俺まあ一生守っとけばね負けないんですけど、ちょっとダメージ稼ぎたいなーとか思いながらね。さあ OK。 いやーまあアイミズ自体そのファイボでワンパンされるから今使われてなくて、まあちょっと弱いよねっていう話だったんですけど、ファイボ減るしマザネクも減るし神じゃね、アイウィズボスキー合うしっていうのでめっちゃいいと思うんですよね。全然今まで通りね使えると思ってます、アイウィズね。はい、というわけで今日はね、まあアイウィズボスキー強化され、まあマザネク加砲もありっていうのでこの方のねスクラ使ったんですけど、なんかアイウィズ結構褒めようと思ってたというか活躍の場あると思ったんですけど、ボスキーがね言うのを受けれるし、だからメガナイとかも本当ね、ジャンプするまでまたボス系出てっていうので、陸系すごい強くなったと思うんですよね。で、今回、小屋系も全部加砲されて、テスラも加砲、ゴボウリも加砲っていうので、今まで絶対テスラかゴボウリが 100% ぐらいだったんですよね。もう使う、どっちかでいいよねっていうのだったんですけど、まあその枠に組み込んできたんじゃないかなっていうか、もうボス系でもいいんじゃないかっていうね、思いはね、今日はありましたんで、まあこの方のね、スケラであったり、まあアイスイズとか、また墓石とかね、いろんな敵にもまた使えるんじゃないかなとね、思ってますので、ちょっと新環境はね、いや、おもろい気がしてきてますね。はい、懐かしさがね、出てきてるので、まあ皆さんもね、新環境を調整されたカードね、たくさん使ってみて、感想等ね、よければコメントにお願いします。よければチャンネル登録、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。